こんにちは、ねるチャンネルです。前回の動画に続き、ディメンションオブカオスの2箱目を開封していきたいと思います。1箱目で結構欲しいカードなんかは来たんですが、カオスソルジャーのウルトラと BF のウルトラがまだ来てないので、その辺が来てくれると嬉しいなと思っています。それでは早速開封していきます。中剣士の魂、イグナイトウージー、レイドラプターズ、お、グレートホーン、これさっき1枚しか当たってないので嬉しいですね。マジェスペクター、マジェスペクター、超獣武者、マジェスペクター、リリー、文房具、超獣武者、お、ウルトラ、でもこれはいらない。1枚目も確か1箱目ですね、1箱目にも当たってますね。お、武人ですかね。このカード確か1箱目で当たってないんですけど、組んでないんでね、あんまいらないかなと思ってます。ファーニマル、イグナイト、これよく当たりますね。ドクターフランゲ、これ一箱目に当たってなかった気がするんですけど、ノーレアとかですかね。クリボール、超獣武者、ディーリー、マジェスティック、マジェスペクター、マジェスペクター、レイドラプターズ、マジェスペクター、あ、リリリのスーパー、これはいらないかな。トゥーン、リリー、エンダメージ、マジェスペクター、マンモスプラッシュ、超獣武者、文房具、シャプルリボン、お、これ可愛かったやつですね。マジェスペクター、あ、ファイアーフォースも3枚目、うわー、今回あんまりいいのが来てないですね。イグナイト、超獣武者、お、超獣武者、いいの来ないですね、本当に。おー、スーパー竜宮のつがい、本当欲しいのが来ない。マジスペクター、文房具、お、来たー、 BF のウルトラですね。これ1箱目に当たってなかったので、よかったですね。やっと1枚欲しいのが来ましたね。カーニバル、超獣武者、あ、オッドアイズフュージョン、2枚目来ましたね。これは3枚欲しいところなので嬉しいですね。超獣武者、マジェスペクター、グレイドル、お、デストイマーチ、レイドラプターズ、文房具、
今回出ないな。あ、でもデストイサーベルタイガー、レイドラプターズ、エンタメイジ、グレイドル、マジェスペクター。お、レモン、ウルトラですね、これは。うん、このカードはウルトラで欲しかったので、嬉しいですね。鳥獣武者、マジェスペクター。お、ヨカレさんですね。マジェスペクター、鳥獣武者。このカードまだ1枚も当たってないですよね。これがノーレアかな。ペンデュラムエリア。鳥獣武者、マジェスペクター、グレイドル、サイコブレイド、ランクアップマジック、ファーニマル、イグナイト、鳥獣武者。来ない。鳥獣武者。イグナイト。リリー。あ、これはアルティメットレアですね。でもこのカードは使わないかな。文房具、DD。文房具。あ、グレートホーン。あ、シークレット。武人ですね。使わないかな。鳥獣武者。ダメージ。DD、マジェスペクター、レイドラプターズ。マジェスペクター、アーニマル。グリボール。鳥獣武者。エンタメージ。以上です。じゃあまたキラカードのみ並べていきたいと思います。今回当たったキラカードはこんな感じでした。個人的にはレモンと BF、あとオタイズフュージョン。当たりは良かったかなと思うんですけど、その他はね、ちょっと使わないかなと思うようなカードだったので、どうかな。とりあえずオットアイズフュージョンが3枚は欲しいと思ってたので、また1枚当たってよかったなと思っています。2箱開けて、あとカオソルジャーと暗黒騎士のキラが出てないので、3箱目ではその2枚が当たってくれるといいなと思っています。じゃあ次の動画では3箱目を開封していきます。以上、ねるチャンネルでした。